熱血コンサル基礎産業。産業紹介。3月から11月最終赤字10億円、百貨店での販売苦戦。まあこの話はね、まあそんなに悲観する話じゃないのかなと最近思い出した。ただアパレルって難しいのよ。毎年変わるしね、流行りが。流行り去りを追っかける商売って素人はやっちゃいけないんですよ。皆さん知ってました。だけど変わらないブランドがあるんだよね、産業紹介ってね。バーバリーだったっけ。バーバリーって僕もね、コートバーバリーなんですよ。生のまさしに会った人がわかるんですけどね。この時期のバーバリーは結構いいですよ。10年ぐらい続きますからね。でも着れるんですよ。だからデザインって変わらないじゃないですか。要はブランドのど真ん中が変わらないっていう商材を売ってるところっていうのはそれなりの根強いファンもいるだろうし、だからまあ売り上げをこうしっかり作り込むことができると思うんだけど、最初エンドユーザーのところがその百貨店に人が集まんないから、まあ苦戦してるという話なのかな。だから構造上問題があるかないかというと、今の段階ではあると言い切れないというかね、もう1年ぐらい様子見た方がいいのかなというようなニュースなんですよね。年末年始のセールを抑えて春夏物を前倒しで投入するっていうふうにあるんですけども、セールに期待している消費者も多いと思われるんですけども、これもリスクを取った上での計画なんでしょうか。そうだね、これはもう要は冬捨ててんだよ。夏物をしっかり告知しきるということなんだろうね。何の商売でもそうなのよ。僕ね、ヤマハ音楽教室のフランチャイジーの重役やってたんですけども、5月しかヤマハって入れないの知ってました。だから5月にスタートするっていうのを見越して半年前からずーっと告知すんのよ、秋募集ってやってね。僕らももういろんな作業ノルマとかを社員に振ってさ、ちゃんと始まった時にはもう満室みたいな形にこう仕切るというか、ヤマハってそういうのやってましたからね。それと一緒でちゃんと旬っていうのがあるのよ。でも旬に向けてどれだけ告知するかっていうことすごく大事だよね。だからこの話は割とメリハリが効いたいい戦略だと僕思いました。その時その時に、要は広告宣伝費をちまちま使うっていうよりは、もう夏なら夏っていうふうに決めてズドンと広告宣伝費を使うっていうのは今回大きくて打ったなと思います。でそれを見て売上がこのぐらいの天井が例えばもうあるというふうに見えてる時にはこっちを絞っていく。そうするとこっちも落ちてくるんだけど、売上も落ちてくるんだけど、利益がどのぐらい残るかっていうところを見ていく必要があるって、そういう話なのかな。昔よっこ読んだ本でね、千円札は拾うなっていう本があるんだよね。確かね、リクルートの人事の人が書いてたと思うんだけどね。この人の話で僕は今でも印象に残るのが、経費って輪切りに使うなっていうのよくあるんだね。この話はすごく、よく当たってる話で、ここっていうところでズドンと入れてしまうみたいな、ね。要は1年間の予算のどのぐらいつぎ込むのかわかんないけど、輪切りに使うんじゃなくって、使うところでズドッと使ってしまうっていうのは、非常にいい手なのかなというふうには思いますよね。コロナの収束が不透明な今、今後の百貨店経営っていうのはどのような形になっていきますか。これね、前三越伊勢丹の動画をやった時もちょっと話したんだけど、大きく3つの方向性に行くと思うんだよね。一つはその今回みたいなものもそうだし、化粧品もそうなんだけど、ラグジュアリーブランドっていうより高いところを行くっていうのがあるよね。2つ目はそのオムニチャネル化だよね。行って合わせてよかったら通販で買うっていう、在庫を置かないっていう方法があるよね。3つ目としては金融だよね。百貨店の何がすごいかというと資産なんだよね。 BS が大きいんだよね。だからそこをうまく使いながら何ができるんですかっていうことになると金融なんだよ。三越伊勢丹も金融やってるしね。いろんなところが最近金融入り出したじゃない。あれってね、もともとキャプティブローンっていうのがあったんだよね。皆さん知ってる？例えばデオデオってあるデオデオローンとかっていうのは H 銀行がね、権利を渡して、審査の権利みたいなのを渡して、審査の手続きして、こっち聞いたらいいですよって言ったらそのままもう融資が出るみたいなね。だからこのキャプティブローンのその大元の胴元というか、お金持ってるところ自分がやるから、儲かるやつの儲かってることをパクリに行ってるっていうところがあるわけよね。これすごい大事なこと。だからお金持ってるからこそできることをやってるってことだよね。これ非常にいい方向だと。百貨店もなんか悪いとか潰れそうだとかって言ってるけど、地方の百貨店はそういうのあるかもしれないけど、都心のこういう百貨店とそこに付随してるところっていうのはもうすでに手を打ってるよ。中小零細企業の社長じゃないんだからっていうふうに思うよね。だから
まあお金があったら何ができますかっていうことが大事で、それとその自分ができないことは人と組む、今日これが大事なんだよね。僕も今ね金融を始めてるんですけども、やっぱりお金持ってる人っていうのはお金に働いてもらうのが一番いいんだよね。お金持ってるけども、でお客さんもそれなりにいると。だけどこういうふうなことをやったらいいんだけど、金融っていうところをやったことがないと。だけど審査の代行っていうのうちやってますから、ご興味がある方がいればその他のところでねお問い合わせいただければと思います。あとね、やっぱりその経営改善の基本っていうのはその時流に合わせるってことも当然大事なんだけど、時流って変わりやすいから、だからやっぱり足元からできることを着実にやっていくと。その上でお金があったら何ができますかってことをちょっと考えるということが大事ですね。だからここの部分に関してお悩みの方がねいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。